中尾先生は京都大学、工学研究科の教授でいらっしゃいまして、まあ、皆さん、多分もうご存知だと思うんですけれども、本当にいつも、なんていうんですかね、こんなことができるんですかっていうような、分子変換をもう見事にやってのける、まあ、そういう数々やってのける、まあ、非常に、素晴らしい研究をやっている、研究者です。多分若手っていう言葉はもう別に使う必要ないくらい、もう日本を代表するトップケミストの一人だと思います。それでは最初、中尾先生で、講演のタイトルが、共同金属触媒による有機合成反応です。であります。中尾先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。画面共有していきます。はい、京都大学の中尾と申します。よろしくお願いいたします。高谷先生、ご紹介ありがとうございます。それから山口先生、それから化学同士の加古井様、あと岩沢先生ですね、このような機会をいただきありがとうございます。今日ちょっとタイトルは非常に広い意味に取れるタイトルになってしまっているんですが、まあ、これ私の研究室で目指しているところを表すタイトルになってまして、まあ、その中でも今回この高機能性金属錯体というところにフォーカスして発表させていただきます。で、まずは、まあ、今日お話しする内容を研究するに始めるに至った経緯というかモチベーションについて簡単にご紹介させていただきます。で、私たちの研究室は新しい有機合成反応の開発を目指しています。非常に広い分野にはなるんですけども、で、当然その目指す反応っていうのは使える反応、使ってもらえる反応ということです。ものづくりに実際使えるレベルにいうような反応を開発したいという思いです。で、使える反応ってどういうことかっていうと、まあ、これは月並みな表現ですけども、原子効率、ステップ効率がいいとか、不活性結合を直接変換できるとか、選択性がいいとか、こういうことが、まあ、当然求められるわけですけども、まあ、こういった合成反応としての有用性を満足しつつも、我々の研究室のこだわりとしては、反応機構の観点で面白いという点に非常にこだわりを持ってやっています。で、まあ、そんな中で例えばですね、反応機構的に面白いってどういうことかといえば、例えば、まあ、触媒反応を我々主に開発していますけども、それを構成する素化程が、まあ、新しい素化程を含むものというものが一つあります。最近のちょっと研究紹介させていただきますと、我々最近このニトロベンゼンの炭素とニトロ基がパラジウムに酸化劣化するということを、まあ、これ初めて見つけまして、まあ、これがまあ新しい素反応ということになるんですけども、これを使ってニトロベンゼンをいろんな嗅覚剤とクロスカップリングさせるような反応、これはケムステ代表の山口さんとも共同研究させていただいているんですが、こういう反応の開発に至りました。まあ、新しい素反応を見つけることで合成的に有用な、ニトロベンゼンを直接変換する、そういう分子変換につながったということです。で、反応機構の観点で、もう一つ我々のこだわりは共同触媒という、まあ、これ初めのタイトルにも示しましたけども、キーワードとして共同触媒ということにこだわっています。で、これは非常に古い研究で、なんですが、私たちがその共同触媒というキーワードにこだわろうというきっかけになった報告なんですけども、こういうニトリルの炭酸素結合をニッケルとアルミニウム、この2種類の金属触媒を使って、この結合を切って多重結合に付加させるような形式の反応です。で、これはどちらか一方かけても全く反応が進行しないということで、まあ、いろいろ検討する中で、反応機構としてこの2、まあ、ここ細かくちょっとお話しませんけど、ニッケルとアルミ2つが共同的に作用して、この反応を触媒しているということを明らかにしました。で、まあ、こうした研究をしてきた中で、まあ、我々比較的注目に値するようなその分子変換っていうのを達成してこれたんですけども、どうしてもちょっと物足りない点がありました。
それは、まあ、個人的に何かというと、基本的には なんかそのもう知られている、あるいはもう少し別の言い方すると、売られているものを混ぜて、まあ、こんな反応開発をしてきたわけです。だから触媒の部分には何もオリジナリティがなくて、まあ、これをどうやってうまく混ぜるかっていうところをで当たりを引いてきたような、まあ、そういう研究の仕方だったんですね。で、まあ、その点がちょっと物足りないなというふうに感じたという経緯がまずありますし、まあ、こういう研究していた中でですね、まあ、7、8年ぐらい前ですかね、非常に有名な大先生、ノーベル賞も取られた先生から、まあ、ちょっと正確な言葉は覚えてないですけども、まあ、研究、君らの研究は認識してると、いい仕事してるというふうしてるんだけど、まあ、その人たちの世代の、で見つけたことの、まあ、延長線上でやってるよね、というようなことを言われたこともあります。でそれは本当にまさに おっしゃる通りで、まあ、先ほど僕が申し上げたようにその、まあ、売られているものすでに開発された触媒をうまく組み合わせて混ぜてやってるだけですから当然そこから見つかってくるもの分子変換として新しくてもどうしてもやっぱりそのすでに知られているケミストリーの延長線上にしかないということになるわけです。まあ、そんなこともありまして、まあ、今日お話しするようなやはり本質的に新しいことをやるためには何か本質的に新しい触媒を作らないと、ダメだなというふうな思いに至りました。まあ、ちょうど 5、6年前、研究室を主催させていただくようなタイミングで、そういうことを一つやらなければいけないなということを改めて決意したわけです。で、そういう新しい独自の触媒で、それまでこだわってきた新しい素反応とか共同触媒を発揮してで使える反応を開発したい、まあ、そういう決意を持ちました。で、まあ、もちろん新しい触媒って可能性としていろいろあるわけですけども我々が注目したのは非常に電気陽性な電子陽性なエレメントと高周期の繊維金属の結合を持ったそういう錯体です。で、まあ、非常に単純な発想でして、まあ、錯体化学を勉強した人なら分かると思いますが、まあ、当然ここの結合電気陰性度に差があればどちらかに電子が偏るわけですけども、まあ、通常従来の錯体というのはどちらかというと繊維金属中心ではなくて、こちら、まあ、炭素だったり窒素だったり酸素だったりするわけですけどもこちらの方が電気陰性なので、まあ、金属の電子をどちらかというと引っ張るようなイメージなわけですけどもそれを逆転させて電子を流し込むようなそういうエレメントをここに持ってくるとそうすると繊維金属の注射はもっともっと電子リッチになるだろう。それと同時に、この後お話ししますようにここに13族の元素を持ってくれば先ほどニトリルの反応でお示ししたような類似酸性ということも、使えるようになるだろうということで、こんな錯体を使ってみたいということを思いました。で、まあ、このエレメントを固定するために、まあ、ピンサー型と呼ばれる錯体構造を考えました。で、そういう触媒を使って何をやれるか、まあ、この実はこれを作ったからこの触媒の設計とですね、分子変換というのは必ずしも合理的な相関があるわけではないんですけど何かまあこんなものが作れればまあ我々非常に大好きな不活性結合を切る反応というのがいろいろできてもいいんじゃないかという、まあ、それぐらいの考え方ですね。そういう思いで研究をスタートさせました。でただこの発想というのは我々が一番ではなくてですねもうすでにこういうことを考えた時期には例えば、まあ、このケミステの進歩でも V 進歩でも一番最初の話になった山下先生では
このような放送を結合させた作体報告されてますし、まあ、その触媒を使って、水素をあのヘテロリティックに活性化するような研究なんかもすでに報告されていたわけですね。で、まあ、あとちょっとお話ししますけど、あの私自身も放送をここに組み込むことには昔から興味があったんですが、まあ、放送はもうやられているので、じゃあ何がいいかということで、これはちょっと若干後付けな部分もあるんですが、13族のエレメントをいろいろここ変えて、こういったピンサー作体の、電子状態をちょっとモデル化合物で計算してみますと、あの13族の中でもアルミがやっぱりその、まあ、一番電気陽性であるということに起因してたと思いますけども、一番この、ロジウム中心を電子リッチにしてくれると。それから、まあ、アルミには当然類似酸性、高い類似酸性が期待できますし、あの、まあ、光背状態も取れるということで、アルミをやりたいというふうに考えました。ただこのアルミを入れるということも僕たち一番最初ではなくてですね、あの既に繊維金属とアルミの結合を持った錯体化学というのはあの古くから報告例がありました。ただし、まあ、この辺の研究というのはあの触媒への展開というのは全く考えられていません。で、何よりまあこのアルミを導入した錯体でパイオニアはあの今日の、ファシリテーターの高谷先生と岩沢先生のグループですね。山下先生もアルミにも注目されているんですが、まあ、高谷先生、岩沢先生、山下先生らは、まあ、こういうアルミを導入して、かつそれがちゃんと触媒として機能させようという、まあ、そういうところまでこだわって、研究されているパイオニアです。で、特にこの、高谷先生、岩沢先生らのこのアルミパラジウムの錯体というのは、2017年に報告されてますけども、実際二酸化炭素の還元に非常に、活性があるということが報告されて、まあ、アルミをここに導入する意義っていうのをはっきり示した一番最初の触媒として機能する点において、一番最初の例かなというふうに思います。で、まあ、私たちもアルミのもちろんそういう電子共用性ということに興味がありましたし、あともう一つはやはりあの類似酸点としても活用していくっていう点で、こだわりを持って、この研究に取り組むことにいたしました。で、私たちデザインして、まあ、今手持ちで実際に合成できて持っているあのアルミ配色を持つ作体というのはこういうものでして、これもあのヒントになる研究がありまして、それは、コニールミネソタの非常に若い女性の先生ですけども、彼女たちの報告したこういう三座の配色ですね、あのリンとアルミを含んだ配色ですけども、これに着想を得て、この配色の一つのアームですね、あのホスフィンを取り除いたような構造っていうのを考えました。まあ、先ほど申し上げたように我々はこのアルミ状の類似酸性を活用したいので、この三座の形のままですと、やはりアルミはこれ電子を供与するという役割しか期待できませんので、それを一つ取っ払って類似酸としても機能できるような形を発想した。それと、まあ、このコニルーの錯体との違いというのは、我々がターゲットにした錯体はあのいわゆる X 型のアルミ金属結合を持つ錯体であると。これはアルミが電子共有してロジウムと結合を持つ形式のものです。一方でこのルーラの研究というのは、これはニッケル線金属中心の方からアルミの方に電子共有で結合を作るような形式のものです。これを、まあ、あのいわゆる Z タイプの結合といいます。我々はこの X タイプのアルミの配色ということにもこだわりました。で、あの以後この X タイプか G タイプかっていうのをこのピンクかオレンジかでちょっと色分けして、プレゼンさせていただきます。で、これを実際そのゴニールーラーもこの錯体あの触媒に使うことにももちろんこだわっていまして、ただまあアルケンの水素化ぐらいのっていったらちょっと失礼かもしれませんが、あのそういう反応にしかまだ適応できないという状況でした。
いわゆる、まあ、実際、まあ、今日はあまり作体 の、 あの合成とかキャラクタリゼーションはあまり詳しく立ち入らずにいこうと思うんですが、まあ、こういう窒素 V とあの発芯を持つ化合物を作ってアルミを導入して、これを、まあ入手容易なロジウムの一価の作体と反応させますと、こういう作体が取れる。でこの段階ではアルミロジウムの結合というのは Z タイプの結合、すなわちロジウムの一価のロジウムからアルミの方に電子共有で結合ができているような構造をしています。で我々求めるこの X タイプを得るためにはこのものを還元する必要がありまして、これはまあこの研究やってた当初はかなり強い還元剤を使わなきゃいけないということをしか明らかになっていなかったんですが、まあ、実際還元反応うまくいってこの X タイプのアルミロジウム作体を得ることに成功しました。まあ、計算で求めたあのボンドインデックス見てみますと、まあ、X タイプのアルミロジウム結合というのはあの確かにあの結合性を持つということが確認できます。で、このもの自体はちょっとあのキャラクタリゼーションあの十分にはできなかったんですが、まあ、あの他の作体に誘導して、X 線含めたキャラクタリゼーションちゃんと成功して確かに X タイプのアルミロジウム結合ができているということを確認し、この作体の反応性を調べていくことにしました。でこの作体ができた時点では本当にあの正直に何に使えるのかっていうのはあの分からなかったんですね。ですから本当にこの研究あの出たとこ勝負でいろいろ試行錯誤して何か見つけたところをきっかけに何とか今まで少し触媒としての機能を明らかにできたという状況にあります。でこれも非常に今も所属して私の研究室にまだ所属しているドクターの原君という学生がですね非常に注意深い観察をしたことがきっかけで見つかった反応なんですけども、これ DMAP がアルミに配しています、まあ、つまりこれアルミが確かに類似酸性を持つということを確かめるそういうような実験で得られた作体なんですが、まあ、これに、まあ、このノルボルナジエン配子を、まあ、引き剥がしてロジウム中心をこう裸にするという目的でヒドロシダンを反応させるという実験をしました。で、まあ、期待していた想定していた生成物はこれがヒドロシル化されて外れてまたヒドロシナンが酸化劣化したようなこういったものができるんじゃないかと考えていたんですが、原君の非常に注意深い観察によりこれは生じずに何が起こったかというと、この配している DMAP のピリジンの2位の CH 結合がロジウム中心に酸化劣化したものというものが生じているということを見つけてくれました。で、まあ、この酸化劣化体に関しては NMR および X 線の結晶構造解析で確かにこうなっているということは間違いないということを確かめました。で、これは まあ、予期していなかったんですけども触媒反応に利用できるんじゃないかというふうに考えたわけです。でちょうど同時期にですね実は非常によく似た反応というのが報告されています。これはオゼロフテキサスのオゼロフらの報告ですけども彼らはフォーソとイリジウムの結合を持つ作体これも X タイプの作体ですけどもこれにピリジンがやはりフォーソ状にピリジンが配して2位の CH 結合が金属に酸化劣化するということを見出しています。でただ彼らは、まあ、この相反応をさらに触媒反応に展開するということには、まあ、現時点でも至っていません。で一方で我々はぜひ先ほど示した相反応を触媒反応に展開したいということで、まあ、非常にこれももともと触媒反応開発してましたのでこういったことを検討するというのは比較的簡単に思いつくんですが、まあ、単純にオレフィン挿入ができないかということで、実際検討してみました。そうしますと、まあ、先ほどの相反応を観察したリンゾイソプロピルの作体ではこの触媒反応はあまり効率よく進まなかったんですが、リンゾフェニルに変えますと非常に良好な周率で反応が進行するということが分かりました。
で、これに勇気づけられまして、この反応の適用範囲をいろいろ検討 していきましたところ、その前にですね、まあ、この反応はこの、X 型の錯体でないと起こらない。で、例えば Z 型の錯体を使ったり、ロジウムとアルミを組み合わせて用いても全く進行しないということを確かめています。それから研究室でイリジウム、アルミとか包装ロジウムの組み合わせも手持ちであるんですが、こういったものを使っても全く進行しないということを確かめています。時間をだいぶ消化しているので、ちょっと急ぎ足でいきますけども、これはもう基質のスコープです。特徴としてはですね、このアルケン挿入は一つできっちり止まると。どういうことかというと、この2位に置換器が入ると立体障害でこのピリジンの配ができなくなるので、反応が進まなくなるということ。ですから他の場所に置換器がある分には問題なく反応して、しかも、まあ、アルキル器が一つ入ったところでしっかり止まる。ピリジンだけじゃなくて、こういった副素管でもできるということですね。で、まあ、アルケンも、ビニルシラン以外も使えるということなんですが、メカニズムとしては、まあ、先ほどお話したように、ここまでは、まあ、間違いなく言っていて、この先はちょっと直接的な証拠はないんですけども、オレフィンが挿入して、還元的脱離で進むだろうと。で、このロジウムヒドリドがレスティングステートで、まあ、これがネーマールで反応経中で観測されるということから、まあ、そういう結論に至っています。で、重水素化体のピリジンの反応もやって、ここの HD 交換が起こったり、ビニルシランにも H が入ってくるので、まあ、この還元的脱離までは可逆であろうということを確かめています。で、この反応、シリル化反応にも展開できます。これも一つだけシリルが入る、それから2位選択的に進行します。ちょっと詳細はもう割愛しますけども、こうやってシリル機を選択的に2位に導入できるというのは、非常にピリジンの反応としては新しい反応です。まあ、実はこれ、私にとっては、約20年来の念願の反応でして、2002年に助手になった時に、実はこういう酵素 V を持った配子で CH シリル化っていうのを提案して、実際当時 M1 だった石原くんに検討してもらってたんですが、全くうまくいかずにお蔵入りになったんですが、まあ、アルミに変えることで、このような CH シリル化っていうのが達成できました。まあ、ピリジンの変換というのはたくさんあるんですけども、まあ、シリル化というのは先ほど申し上げたように例がありません。で、まあ、冒頭で申したようにこういう分極があって、ロジウム中心が電子リッチになったおかげでアルミの類酸とうまく共同して CH 活性化ができたと思ってるんですが、まあ、こういうバイメタリックの錯体で我々が期待してる当初期待してた反応というのは、この結合を使って何か不活性結合活性化できないという、できないかという、まあそういう形式の反応です。で、これを最後に、ちょっと紹介して、おしまいにしたいと思います。で、まあちょっとこれは、まあ素反応としてメタルメタル結合あると CO2 活性化したりとか、ケトンの CO 二重結合活性化したりという例がありますよということで、ちょっと時間ないので、詳細割愛させていただきます。我々が見つけた反応はつい最近論文に報告したものなので、詳細はそちら見ていただきたいんですが、フローロベンゼンからグリニアリエージェントを、まあ、マグネシウム反応剤を生じさせることができるという、そういう反応です。で、まあ、CO2 でトラップしてこういったカルボン酸を収率よく取ることができます。で、フローロベンゼンをマグネシウム化するっていうのは結構難しくて、まあ、リーケマグネシウム使うとできるんですが、普通のマグネシウムではなかなかできない。かなり、マニアックなマグネシ反応条件っていうのが必要です。で、この触媒を使ってマグネシウム化する一つのメリットは、例えば2つフッ素あるときには、立体障害をうまく活用して、空いてる方だけマグネシウム化できると。で、これはリーケマグネシウム使った条件ではこの区別はできないということで、触媒的にマグネシウム化できることの一つのメリットかなと思います。まあ、エレクトロファイルはこういうものも使えて、まあ、医薬品の合成に使えるとか、最近見つけているのはこの触媒が、まあ、クロスカップリングの触媒にもなってビアリールができるとか、いうことも見つけています。
で、ハーノイ空港なんですけども、頸柱で X 型が出て CF 結合の活性化がアルミロジウム結合間に起こっているというふうに考えています。で、この先ちょっとよく分かってないんですが、マグネシウムで還元されてグリニアが、マグネシウム反応剤が出ると。で、それを素反応で一応確認しまして、頸柱で生じさせた X 型に酸化鉄化が起こって、こういう、アルミニフッ素、ロジウム状にフェニルが結合したものが取れます。で、これマイナス30度ぐらいでも進むので、CF 活性化の例としては非常に温和な条件で進む反応かと思います。で、まあ、これを実際、さらにマグネシウムと反応させると、ちゃんと、その後 CO2 でトラップして、カルボン酸まで導けるということで、中間体として作用しているということを確かめました。実際計算しますと、この CF 活性化は、このモードでいくと非常に低いバリアで進行するということがわかります。で、我々実は全く同じ時にコニールらもこのロジウムインジウムで CF 結合を活性化して水素で脱フッ素化するという反応が報告されています。実は彼女と打ち合わせして同時に投稿して一緒に出しましょうということでやったんですが、まあ、これはまた CF 活性化の反応以降は全く違って、ロジウムマイナス1価、非常に電子リッチな化学種が何らかの形でこの CF を活性化しているということで、反応結構違うんですが、こういうメタルメタル結合を持った錯体の非常にユニークな反応として、興味深いものかなと思います。はい、ですいません、ちょっと20分ってやっぱり非常に短いですね。こういう、2つの金属を持たせることで、まだ分子変換としてそんなに革新的ではないんですけども、2つの金属がうまく機能した形、2つの異なる形式で、いわゆる不活性結合の変換というのを達成できたということを紹介させていただきました。当然ここの組み合わせいろいろあると思いますし、ポテンシャル非常にいろいろあるんじゃないかなということで、これからも取り組んでいきたいというふうに思っています。で、この研究はですね、私が研究主催するタイミングでポストドクできて、真島県からポストドクできてくれた斉藤君がスタートしてくれた研究で、僕はアルミのピンサーやりたいからっていうことだけ彼に伝えて、彼が作体を実際に取ってきてくれて、その後先ほどちょっと紹介した原くんがアルキルかシリルかを開発してくれましたし、マグネシウム化は助教の千葉先生、それから今日モデレーターしてくれてる藤井くん、この2人が開発してくれました。本当に紹介した反応っていうのは全くできるっていうことを当初想定してなかったんですが、彼らが非常に、何が起こるかわからない中で非常に手探りで見出した非常に小さな目を大きく触媒反応に展開してくれたということで、感謝しています。それから研究費に関してはこのプロジェクトで大きくサポートしていただき、研究進展させることができました。すいません、ほとんど30分近くになってしまいましたけども、ご清聴ありがとうございました。はい、中尾先生、素晴らしいご講演をありがとうございました。もう時間はもう全然問題ありません。もっと聞きたいくらいですで、YouTube の方にですね、たくさん質問が入っておりまして、ちょっとモデレーターの学生さんに、ピックアップして質問していただきたいと思います。まず最初は東工大の小川くん、お願いします。はい、中尾先生、ご講演ありがとうございました。質問がございます。中尾先生のご指摘されたこちらのアルミロジウム錯体、結合が、X タイプとご説明されてたと思うんですけれども、これ、どのように X タイプと、ご判断されたのでしょう。また、これが実験的に何か分かる証拠があれば、教えていただきたいです。そうですね、今日ちょっとお示しできなかったですけれども、X タイプと考えている錯体に関して、NMR それから X 線の構造解析っていうのをしっかりできた錯体があります。その中で、アルミ状の他の配子ですね、窒素の配子になるかと思いますけども、その結合を考えた時に、X 型で、ここ共有結合と
アルミからの電子供与での供与結合と考えて間違いないだろうというふうな結論に至ったというのが、一番大きな根拠になっているかなと思います。それからもちろん計算等で電子状態等、結合実数含めて、非常に詳細に、これはさっきすみません、謝辞の時に申し上げ忘れたんですが、坂木先生と協力してやってるんですけども、計算でもしっかりその X 型をサポートする、ちょっと今日詳細なデータをお示しできなくて申し訳ないんですけども、得られましたので、X 型と考えて間違いないだろうというふうに結論をつけています。はい、ありがとうございました。はい、続いて、じゃあ、名古屋大学の榊原さん、お願いします。高尾先生、素晴らしい講演ありがとうございました。ありがとうございます。では、質問が来ていますと、ビニールシランに孵化する場所の選択性はどのようになっているのでしょうかということです。それはビニールシランのその位置選択性ということかなと思うんですけど、大丈夫ですかね。まあ、そうですね、反応機構的には、ヒドロ、ロデーションで、進むと思いますので、まあ、そこはかなり過去の、この種の反応の系でも、まあ、こっち側にシリルが、まあ、置換した中間体が得られると思いますけども、この向きで、ヒドロロデーションが起こるというのは割とよく研究されていて、まあ、おそらくは立体的なことと電子的な部分で、まあ、立体的なことで言えば、まあ、当然ここちょっと肺の状態を省略してますけども、そこから水素が転移してくる時の繊維状態で、シリルがロジウム側に来るようなレジオが多分不利になるという点と、まあ、電子的にはそうですね、ビニールシランなので、まあ、電子的なちょっとバイアスというよりはまあ立体的なところが大きくて、この選択性ということで理解できるかなと思います。この作体に特徴的なレジオ選択性というよりは、ヒドロロデーションを経由する反応では比較的一般的ではないかなというふうに思います。ありがとうございました。はい、それではちょっと時間になりましたので、中尾先生の、ご講演これで終わりとさせていただきたいと思います。中尾先生、素晴らしいご講演をありがとうございました。どうもありがとうございました。